はいどうも、今日も暑いですね。もうタオル片手です。というわけでね、いつもご視聴いただき本当にありがとうございます。おっちゃんのね、ゆるい動画の時間です。それで今日はね、何をするかと思ったら、おっちゃんはちょっとテンション上がってますよ。それは何かというと昨日ね、ヤフオクで買ったトレーラーを引き取りに行くための事前準備しました。それで、とうとう引き取り、の当日が来ました。それで今日はね、そのトレーラーをね引き取りに、私徳島県から広島県まで、ジムに乗ってね、行ってきたいと思います。それで行って引き、私を受けて今度はジムにちゃんにつけてそのまま帰ってくるというね、今日はそんな感じなんですけど、それでまあ徳島からね、今から高速道路に乗っていくんですけど、まあ要所要所でね、何かいいところとか景色とかあったらね、そういうのをね、撮影していきたいと思いますのでね、もしよかったら動画最後までお付き合いください。今日はね、ヤフオクで買ったトレーラー引き取りに行ってきまーす。はい、香川県に入りました。香川県、ここまでの所要時間どれぐらい？50分ぐらいでね、香川県に入りました。それでね、今からはね、瀬戸大橋の方をめがけて走っていきます。瀬戸大橋からそのまま本州の方に、渡っていきます。県に入りました。それで、吉島っていうね、パーキングエリアになって、ちょっと早いんですけどね、昼食を取ろうかなと思ってます。ちょっとねこれね、瀬戸大橋風きついんですよ。帰りトレーラー系ちょっと怖いなって、あんまり怖かった赤城大橋の方に帰ろうかなと思ったりするんですけど、向こうもね、風吹いてるかもわからないし、ちょっとどうしようかなと悩んでます。はい、ちょっとね、休憩でね、瀬戸大橋が見える、ここサービスエリア、なんて言ったっけ、吉島にね、到着しました。それでここまでのね所要時間はね、
2時間でここまで来ました。それでね、まだちょっと昼には早い、今まだ11時前なんですけどね、もう先にね、昼食を取ろうと思ってます。で最近ねおっちゃんねちょっと DIY しすぎてねちょっと心配張ってます。ちょっと見苦しいでご了承ください。というわけでね、このジムニーちゃんとこの瀬戸大橋なかなかいい感じですね。ではちょっと今から昼食します。はい、これね瀬戸大橋でちょうど真ん中ぐらいで、目指すところはまだまだやっぱ車から降りたら暑い。これどこだろう。はい、今日のね、昼食は定食しました。はい、お腹いっぱいになりました。ちょっとねからしみたいなついてたんがねめちゃくちゃ辛くてねびっくりしました。それで、まだちょっと時間あるんですけどねどうしようかなと、まあこんな感じ。とりあえず車に乗って考えよっか。あそこいっぺん撮っとこう。ちょっとねせっかく来たのでねちょっと観光します。実際こんな太い、あの上の、ね、細く見えるがこんな太いワイヤーで、止まってると。それで多分ここが写真ポイントかな。写真瀬戸大橋来たって感じですね。まあそんな感じでおっさんこれにて車の方行きます。ではね、目的地、合流地点、めがけてね今からも出発します。よいしょ、はい出発。
はい、岡山県に無事入りました。次はね、広島を目指すだけとなりました。今ね、広島県に入りました。広島県に入りました。もう気がついたら広島と、岡山を一瞬にしてね、過ぎたような感じ。それでね、目的地まであと 6.6 キロ。もうじきね、目的地になります。広島といえば、もみじまんじゅう。え、そんなチョコ買おう。いただきます。出来たていただきました。おいしい。はい、今到着したんでね、今から連結します。はい、これ覚えとかなね、帰った時に。はい、下がってこいつが、はいはいはい、入ってないと。ああ、これがね、入った時に倒してやると。入りました。こっちが奥まで。はい。はい。行ったらこれで。で、ロックがかかって。はい、で、ピンでもうこのロックが外れないようにするんですね。あ、もう絶対大切やね、これ。大切です。はい。で、それでこれってね、クロスにかける方がいいんですか、どっちでもいいんですか、これ。一応別クロスもあれはしてないんですよね。ああ、ほなもうこれでいいんですね。はい、それで、はい、そのまま、このまま、ですね。踏んでみよう、タブレ。ブレーキ踏んでみて。あ、なるほど。うん。OK! OK!
ちょっとね、サービスエリアに困ってね、チェックします。はい、異常なしなんでね、アイス食べながら帰ります。香川県のね、津田の松原まで帰ってきました。もうここからはね、まあ、近いって言うたら近い、遠いって言うたら遠いんですけどね、無事帰ってきてね、で今チェックしても全然問題なかったんでね、よかったかなと。それでね、今後ね、このトレーラーに関してね、またどういうもんだったとかね、皆さんにねお知らせの動画作ります。今日はねもうこれにて終了ということでね、帰っていきたいと思います。というわけでね、今日私があのヤフオクで買ったね、トレーラー引き取りという動画でしたけどね、もしよかったらグッドボタンお願いします。それとね、またチャンネル登録していただいて、引き続き、このねトレーラーこれからカスタムもしていきますのでね、皆さん見ていただいたらめちゃくちゃ嬉しいです。というわけでね、今日の動画はこれにて終了。さようなら、帰ります。